まあ、突然ですね、また北朝鮮がミサイルを撃ってきましたね。やっちゃいましたね。はい。まあ、今年に入り、まあ、14回目ということで、はい、北朝鮮に対する国連制裁が出された直後、はい、ということでございましたね。結果的に制裁の効果がどこまであったのかというのも疑問されてますね。はい。まあ、制裁があったあればあるほど北朝鮮は暴発するのではないかというふうに私なんか思っちゃうわけですね。まあ、基本的にはなんて言うんですか、言うことを聞かないトップというのが世界をおかしくしていくので、まあ、その典型なのかなと残念ながら思ってます。まあ、まだですね、現在の時間においてはどのようなミサイルが撃たれたかというのは分かっていないんですけれども、とりあえず射程は3700キロということで、はい、過去一番遠くまで飛んでいるミサイルということまでは分かっております。はい。で、まあ、3700キロ、まあ、これが5000キロレベルになってくるとグアム周辺まで飛ぶということになり、アメリカの直接的な脅威となるわけですが、まあ、そこまではまだ到達はしていない、はい、が日本をはじめとしたアジア諸国にとって非常に大きな影響を与えるミサイルであるということも間違いがないわけですよね。はい。まあ、飛ばした段階でね、はい、日本側もその時から確認をしているとすぐ対応できるというふうにおっしゃってますけど、もしいずれにしてもですけど日本の本土に落ちてしまったら、うん、被害は免れないわけで、で、ある意味で言うと J アラートが鳴って避難訓練をしているのは何なんでしょうねっていう感じはしちゃうんですよね。で、昔の竹槍と一緒でえいやっていうね、戦前もやってましたけど、それと子供なんかでも震災の訓練みたいなことをね、学校でやってるけど、それをやって頭を誤覚してなんかテーブルの下に隠れたからって自分たち の命が助かるわけではないのに。いや、そんなことはないですよ。だって建物が倒壊する、北朝鮮の爆弾の規模によりますけれども、まあ、そうですね、うん、遠くにいれば、いわゆる爆心地から離れていれば建物の倒壊から身を守ったり、うん、地震と同じようにさまざまなものが降ってくる、落ちてくるものから身を守ることはできますから。ことはできると。で、いわゆる北朝鮮が7時前後に撃って日本を通過したのが大体7時6分前後、5、6分ありますので、はい、地震と違って突然訪れるわけではないですから、その5分間に何ができるかがある意味その勝負で、まあ、そうですね、大都市圏であれば地下とかがあるので、地下に潜ればですね、ある程度は安全は保障されるでしょうけれども、ただその農村部とかそういう隠れる場所がないところがどうしたらいいのかっていうのが大きな問題になるんでしょうね。いずれにしても、まあ、被害を最小限食い止めることができても被害はあるというふうに考えるわけですから、確実に被害はあるという前提で考えなくちゃいけないということは間違いないと、ね、まあ、どうなることやら今後も、はい、そうですね。ということで今日はまずは新聞でよろしいですか。はい、新聞からですね、新聞ニュースからいきましょう。はい。銀行カードローン自主調査、過剰融資防止策、全銀協年内に、うん、全銀協というのはこれ銀行 の組合というか、組合ですね、組合というかグループなんですけれども、はい、いわゆるですね、銀行カードローンというのが今サラ金と同じ状況になっているんですよね。いわゆる消費者金融、はい、サラ金には、総額規制、総量規制といって所得に合わせていくらまで貸していいという上限が定められているんです。それに対して銀行のカードローンにはそのサラ金規制がかかっていないんです。はい。ところが金利はですね、サラ金とほぼ同じ、グレーゾーン金利ではなく安全ないわゆる利息制限法ギリギリの金利に設定されているわけですね。うん、でそれでですね、融資残高が5兆円を超えて、中にはそのいわゆる一時のサラ金問題のように、多重債務者が生まれていたり、払えなくて自己破産する人が出始めているということで、やっと金融庁の方も重い腰を上げたということですね。うん、で今も消費者金融大手って全部銀行の配下にあるんですよね。そうですよね。それとは別に銀行が銀行独自のメニューとしていわゆるカードローンというのをやってるわけですが、実態としてはですね、消費者金融からノウハウを全部受け取ってですね、はい、もらって銀行が銀行の名義でやってるだけであってですね、中身変わらないわけですよね。ですからこれに対して規制をかけないと、やはりまあ、ギャンブル依存症ですとかさまざまな依存症の原因になったりとかですね、不幸になる方が出るのではないかということなんですが、銀行側は今猛反発しているという状況だと思います。ね、はい。では次のニュースに行きます。ビットコインですかね。そうですね、はい、ビットコイン逆風、中国は規制強化、米金融首脳詐欺だ
そうですね、このビットコインというものに対して中国が取引所に対して規制をかける、はい、ビットコインを利用した資金調達に対して規制をかけると言っている。そしてですね、アメリカの金融主の、JP モルガンの代表なんですけれども、はい、がですね、いわゆるこのビットコインというものは詐欺だと明言してしまったと、はい、うちの社員でこのビットコインを取引している人間は解雇すると、そこまで強い口調で言ったということで、アメリカ金融界がこのビットコインに対して厳しい目を向け始めている。また中国ビットコインのですね、取引今は違いますけれども、最盛期中国が9割売買してたんですよ。そうですよね、はい、ですから中国が規制強化するということは買い手が一気にいなくなる、はい、ということを意味するので、ビットコインが暴落を始めている。そしてもう一個のニュースですね、はい、ビットコインに関するもう一つのもう一つのニュースですね、はい、中国仮想通貨取引停止へ、ビットコイン中国月末閉鎖。そうですね、このビットコイン中国というのはもともと中国にビットコインを導入した会社なんですけれども、はい、ここと、3大取引所のうち1つがもう今月末で完全に仮想通貨の取引を全てやめると言い出しているわけですね。このビットコインというものなんですが、仮想通貨全般なんですけれども、はい、裏付けと言われるものがないんですよ。例えば日本の円であれば、かつては金をベースにしてましたけど、今日本国の資産、日本国民を含めた日本というものを担保に発行してるんですね、はい、アメリカのドルも同様、世界中の通貨ってそういうものが担保にあるんですが、この仮想通貨って誰が発行してるかわからないそうですよね。で、裏付けが何であるかもわからない、裏付け資産もなければ発行主体も不明確ということで、はい、これがものすごい犯罪の温床になると同時に、もともと詐欺ではないかという話が前々からあったわけです、はい、私は指摘してきましたけれども、ただ売買が成立しているので、そこで儲けてる人たちはそれをひたすら盛り上げたと。同時に中国が規制する理由としてはですね、中国で人民元でビットコインを買う、日本に持ってくる、日本の取引所でそのビットコインを売る、円が得られる、マネーロンダリングになる、マネーロンダリングもできるし、同時に地下銀行として機能してしまう。そうですね、でこれがですね、結局中国がいくら外貨規制といって、外貨が足らなくならないように規制をかけていても、抜け穴として悪用されていたということがあるわけですね、はい、これをどうしても中国当局としては潰したかったのではないかということが言えるわけです。はい、きっとでも世界からも圧力がかかったのかなというふうに、習近平政権にかかったのではないかなというふうには見てるんですけど、どう思いますか。アメリカをはじめとした世界中の通貨当局、国家としてはこういうビットコインというものはある意味アメリカのドル支配、今の金融制度を壊してしまいますから、はい、ですから反対なんですよね。ただし、はい、仮想通貨全部が悪いというよりも、実際スイスの UBS などは仮想通貨の仕組みというこのブロックチェーンといわれる新しい仕組みを使った銀行間取引を始めてるんですね。こういうその技術そのものは非常にいいものなんだけれども、はい、それを発行して利用してる人が悪い人だとどうしようもないので結局この仮想通貨にも2種類あって、銀行間取引に使われるこの技術を使ったものと、いわゆる誰が発行しているかわからない詐欺師のような人でも発行できるこの仮想通貨という名前のものと、はい、これが別々なんだけれど、これを混同してですね、詐欺師みたいな人たちは非常に新しくていいものであるかのように喧伝し、日本人がそれに引っかかっている人たちも多いのではないかと、うん、あと国税当局はですね、このビットコインに対して雑所得扱いをするということを改めて表明したんですね、はい、で一般の金融商品の場合、分離課税といって、儲けに対して2割だけ税金がかかる。それに対してこのビットコインに関しては一般の雑所得なので、例えば所得に合わせてそのまま儲かった分が所得に合算されるんですね。ですから人によってはものすごい税。わけですが、実態としてはですね、消費者金融からノウハウを全部受け取ってですね、はい、もらって銀行が銀行の名義でやってるだけであってですね、中身変わんないわけですよね。ですからこれに対して規制をかけないと、やはりギャンブル依存症ですとか、さまざまな依存症の原因になったりとかですね、不幸になる方が出るのではないかということなんですが、銀行側は今猛反発しているという状況だと思いますね、はい。では次のニュースに行きます。ビットコインですかね。そうですね、はい、ビットコイン逆風、中国が規制強化、米金融首脳詐欺だ。
そうですね、このビットコインというものに対して中国が取引所に対して規制をかける、はい、ビットコインを利用した資金調達に対して規制をかけると言っている。そしてですね、アメリカの金融主の、まあ、JP モルガンの代表なんですけれども、はい、がですね、いわゆるこのビットコインというものは詐欺だと明言してしまったと、はい、うちの社員でこのビットコインを取引している人間は解雇すると、そこまで強い口調で言ったということで、アメリカ金融界がこのビットコインに対して厳しい目を向け始めている。また中国ビットコインのですね、取引今は違いますけれども、最盛期中国が9割売買してたんですよ。そうですよね、はい、ですから中国が規制強化するということは買い手が一気にいなくなる、はい、ということを意味するので、ビットコインが暴落を始めている。そしてもう一個のニュースですね、はい、ビットコインに関するもう一つのニュース、もう一つのニュースですね、はい、中国仮想通貨取引停止へ、ビットコイン中国月末閉鎖。そうですね、このビットコイン中国っていうのはもともと中国にビットコインを導入した会社なんですけれども、はい、ここと、まあ、三大取引所のうち一つがもう今月末で完全に仮想通貨の取引を全てやめると言い出しているわけですね。このビットコインというものなんですが、まあ、仮想通貨全般なんですけれども、はい、裏付けと言われるものがないんですよ。例えば日本の円であれば、まあ、かつては金をベースにしてましたけど、今日本国の資産、日本国民を含めた日本というものを担保に発行してるんですね、はい、アメリカのドルも同様、世界中の通貨ってそういうものが担保にあるんですが、この仮想通貨って誰が発行してるかわからないそうですよね。で、裏付けが何であるかもわからない、うん、裏付け資産もなければ発行主体も不明確ということで、はい、これがものすごい犯罪の温床になると同時に、もともと詐欺ではないかという話が前々からあったわけです、はい、私はしてきてましたけれども、ただ売買が成立しているので、そこで儲けてる人たちはそれをひたすら盛り上げたと。同時に中国が規制する理由としてはですね、中国で人民元でビットコインを買う、日本に持ってくる、日本の取引所でそのビットコインを売る、うん、円が得られる、マネーロンダリングになる、マネーロンダリングもできるし、同時に地下銀行として機能してしまう。そうですね、でこれがですね、結局中国がいくら外貨規制といって、外貨が足らなくならないようにするから、ノウハウを全部受け取ってですね、はい、もらって、銀行が銀行の名義でやってるだけであってですね、中身変わらないわけですよね。ですからこれに対して規制をかけないと、やはりまあ、ギャンブル依存症ですとか、さまざまな依存症の原因になったりとかですね、不幸になる方が出るのではないかということなんですが、銀行側は今猛反発しているという状況だと思います、ね、はい、では次のニュースに行きます。ビットコインですかね。そうですね、はい、ビットコイン逆風、中国は規制強化、米金融主の詐欺だ。そうですね、このビットコインというものに対して中国が取引所に対して規制をかける、はい、ビットコインを利用した資金調達に対して規制をかけると言っている。そしてですね、アメリカの金融主の、まあ、JP モルガンの代表なんですけれども、はい、がですね、いわゆるこのビットコインというものは詐欺だと明言してしまったと、はい、うちの社員でこのビットコインを取引している人間は解雇すると、そこまで強い口調で言ったということで、アメリカ金融界がこのビットコインに対して厳しい目を向け始めている。また中国ビットコインのですね、取引今は違いますけれども、最盛期中国が9割売買してたんですよ。そうですよね、はい、ですから中国が規制強化するということは買い手が一気にいなくなる、はい、ということを意味するので、ビットコインが暴落を始めている。そしてもう一個のニュースですね、はい、ビットコインに関するもう一つのニュース、もう一つのニュースですね、はい、中国仮想通貨取引停止へ、ビットコイン中国月末閉鎖。そうですね、このビットコイン中国っていうのはもともと中国にビットコインを導入した会社なんですけれども、はい、ここと、まあ、三大取引所のうち一つがもう今月末で完全に仮想通貨の取引を全てやめると言い出しているわけですね。このビットコインというものなんですが、まあ、仮想通貨全般なんですけれども、はい、裏付けと言われるものがないんですよ。例えば日本の円であれば、まあ、かつては金をベースにしてましたけど、今日本国の資産、日本国民を含めた日本というものを担保に発行してるんですね、はい、アメリカのドルも同様、世界中の通貨ってそういうものが担保にあるんですが、この仮想通貨って誰が発行してるかわからないそうですよね。で、裏付けが何であるかもわからない、うん、裏付け資産もなければ発行主体も不明確ということで、はい、これがものすごい犯罪の温床になると同時に、もともと詐欺ではないかという話が前々からあったわけです、私はしてきてましたけれども、はい、ただ売買が成立しているので、そこで儲けてる人たちはそれをひたすら盛り上げたと。
同時に中国が規制する理由としてはですね、中国で人民元でビットコインを買う、日本に持ってくる、日本の取引所でそのビットコインを売る、うん、円が得られる、マネーロンダリングになる、マネーロンダリングもできるし、同時に地下銀行として機能してしまう。そうですね。でこれがですね、結局中国がいくら外貨規制といって、外貨が足らなくならないように規制をかけていても、抜け穴として悪用され、はい